待たせたな。ブライスに感づかれるとね。親父、どうか。わしら、いつまでも親父帰りを待っとりますけ。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、助けて。親父。一番も気ぃつけてな。え、トビ。ちょっとあんた、な。だって俺、やっ。親父さんが日本人なんだろう。そりゃ行ってみたいけど。今の俺らにとっても日本。とやかく考えてな。分かったよ。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺もか。めんどくせえやつだ。ずいぶんお気に出たな。このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ？ドワイト。しつこい野郎だ。止めろ。二人はここに。病、アカネさんとラニを頼む。手短に片付けろ。長いはしたくない。ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。うん。お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺ん中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すれば、それもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあ、そろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらおう。この状況でまだやる気なの？引かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。襲われればぶっ。あ、乗り上げてきてんぞサメ。気ぃつけろトミー、下手に近づくとやべえ。
感覚でのことで受けてみな。派手に行こうぜ。始めろ。何？行かない。よし。もらった。おや。燃えちまえ。おい。ほら来いよ。これが俺の真骨、また強くなっちゃった。また成長しちゃった。鍛錬の成果です。さらにお役に立ちましょう。へへ。勝負ありだい。どうする？ブライスに泣いて謝るか。お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。バレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。ああ？それは自分の目で確かめるといい。
百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするから。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病、サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だな。連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まイミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。